ました。クロスを上げて上原、中に戻して、小野伸二。いいゴールでしたね。今ねコートグラウンド大きく使って、揺さぶってもうドブリーでしたもんね。今ね札幌のワイドな攻撃、左ウィングバックの田中から、まあでもねその田中選手も頑張ったんですよ。その前ですよね、金山選手の正確なフィードからですよね。そして逆サイド上原が切り折り返したところ、この新人左足のボールが生まれています。いやこれね普通右利きなんでね、右で、右足で打つかな。